皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。つむつむの実況をやっていきます。よろしくお願いいたします。さて7月になりました。ガチャのお時間です。その前にこちらをご覧ください。無課金でやっております。よろしくお願いいたします。というわけで7月、まず最初に現れた新粒、めちゃくちゃいい感じでございます。アラジンから3体登場でございますね。曲付きのトップハットジーニー、この子が曲付きですね。使うたびに何が起こるかわからない、非常に楽しみ。そして魔人ジャファーは縦ライン上に粒を消すよ。でもう1体がアリ王子ですね。ジーニーの力で王子にやったアラジン、逆 T 字状に積むを消すよというわけで、これはカイロレみたいな感じなんかな。非常に全体的に楽しみ。でもね、やっぱジーニーのこの何が起こるかわからないのが一番楽しみでございます。というわけで今回ね、3体新積むが来てるんですけども、やはりちょっとね、スキルレベルは狙っていきたいので、確率こんな感じですね。確率はね 13% で、まあちょっとばらけて低めなので、新積むそれぞれがスキル2目指します。なので全部で6回引くまでずっとガチャを続けますので、よろしくお願いいたします。さあ行きましょうか。こう3体の時ね、マジでね偏ってね、やばい時あるんですけども、行きましょう。では1回目、せーの、ポン、こい、よっしゃ、いきなり来た。ありがとうございます。これこんな感じや、なってるかな。いいやん、良すぎやろ。おい、使うたび何が起こるかわからない。さあ行きましょう。しかもなんか今エクスクラメーションマークまで入ってたな。なかなか盛り上がりそうなスキルでございます。さあ行きましょう。幸先いいわ。7月一発目のガチャでいきなり新ツボ2連発で引いていく。これは強い、ありがとうございます。よし、いやこれちょっと待って、一瞬で終わるかもしれんけど、行きましょう。せーの、ポン、一瞬で終わったらごめん、あと4回ぐらいで終わった。ああすいません、さすがにないんですけども、スカー嬉しい、ありがとうございます。よし、いいぞ。かなりのいいスタートを切りましょう。さあ行きましょう。ジャファー、来い。ここでジャファー引いとくと、安全、犬ここで犬、俺何回犬って叫んでる最近。最近犬って吠えた確率かなり高い気がします。さあ行きましょう。せーの、ドン、どや、車黄色い暴走車、ありがとうございます。この子の真似をする子供が続出と PTA に問題発生させる。弱い、参加しよう。せーの、トン、どや、うわ、おっさん、でもレベル5、ありがとうございます。ここに来てちょっと流れが悪くなってきておりますが、さあ行きましょう。せーの、トン、でもまあ 13% なんだ。おっしゃ、来た、これはでかい。縦ライン上に積むケースよ。ありがとうございます。これはでかいぞ。赤いな。赤いし、なんか立体感ないから、もう、何や君。ええやん。もうその辺の絵にしか見えへんかったけど。さあ行きましょう。せーの、ドン。多分、積む史上一番赤いんちゃう、これ。これ何やったっけ、カニみたいなやつの赤さ超えてるよね。カニの赤を超えた。ジャフ、ありがとうございます。よし、あと2回引くのはええだけだぞ。アリ王子と、なんかしなきゃ、ジーニーや。そう、ジーニー行きましょう。せーの、ドン、え、これやば、いやー、まあ、おっさんでもありですよ、おっさん。なんか、おっさんガチャかな、今回。結構、おっさんが多い気がする。ジーニーを言うてもおっさんはね。アリだけ若いの。若手はアリぐらいか。さあ、行きましょう。ドン、来い、あ、これもおっさんやもんね、言うても。まあ、おっさん言うたら怒られるから、まあ、兄ちゃんって言っといた方がいいんですけども、まあ、おっさんということでよろしいでしょう。さあ、行きましょう。せーの、ドン、赤いおっさん、めちゃめちゃキレてる。これ逆にしてもなんかいけるやつってあるやん。逆にしても顔になってるとかそういう感じにはしますけど、逆にしても全然顔に見えなかったんで、そんなことなかったですね。さあ行きましょう。せーの、ドン、どや、よっしゃ、ありがとうございます。あとジーニーだけ、ありがとうございます。いいぞ、めちゃめちゃ幸先、今月もかなり来てるかもしれないです。おっと、ローニング。さあ行きましょう。せーの、ドン、おい、あー、おっさん、逆の人、逆にしたら顔に見え、お、見えてきた、見えてきた、クマがあるおっさんに見えてきた。ちょっと寝てないおっさんね、寝てないおっさん、ありがとうございます。さあ行きましょう。ドン、せーの、ドン、あら、ずいな、赤い。お、でもやっぱりこの赤よりあのジャファーの方が赤さ増してるよ。赤のなんていうの、レンドって言ったらいいか分からんけど、その赤の純正な赤、純正な赤、レッドといえばジャファーかもしれんぞ。ああ、おっさん、おっさん、おっさん、
おっさんはちょっとあんま興味ないので、どっちかって若手が欲しいところでございます。さあ行きましょうか。せーの、これあのカニ入ってへんのかな。セバスチャン、そうセバスチャンの、あーでも嬉しい、お嬉しい。あと2回か、でもあと2回引いたらスキル前のアラジン。この子はねマジでいつも使ってるんで、その得点出すときに嬉しいね。さあ行きましょう。せーの、あじゃあ本家の G にもおるんかなこれ。おーどっちや、終わった終わってもうたガチャ終了、ありがとうございます。必要枚数が20で効果もちょっとずつ上がってくんか。 S 何が起こるかわからんから、それの種類が増えるんじゃなくてもともと種類があんのか。よし、ではとりあえずなんとか月初のガチャ完全勝利でございます。皆さんご視聴ありがとうございます。ガチャはこれで終了です。というわけで、早速ねこの子たち使っていくんでね、最後までぜひ読み入っていってくれると幸いでございます。よろしくお願いします。さあ行きましょうか。どうしよう、やっぱ G に最後やね。でジャファ行くか、まずジャファ行きましょう。スキル3いってんのか。でも縦ライン上に粒を消すよ。というわけで新粒使っていきます。嬉しい、あ楽しんでいただいた方で、ね、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さあ行きましょうか。この子は普通の曲やね。赤いなー見て見て、これここになんかセバスチャンを、セバスチャンとあれ入れたいな、あのマックイーンとセバスチャン入れたい。さあ行きましょう。ちょっと待って、かっこよすぎ。ちょっと待って、強っ3やで。これなんか、ここまで見ると、でこのスキル見ると全部消すよね。全部消すように見えるけど、でも24か。強い。いや、赤い、もうなんか画面の8割、9割赤いやんけ、こいつ。めっちゃ強い。楽しい。3でこれか。いいぞ。そしてスキル時間が長い。筋肉隆々すぎる。ちょ、もう一回みんな見よう。もう一回みんな落ち着いて冷静に入れて、この子の、こ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 こね、ここが隆々すぎて、かわいい、赤い、青いやつおんなよ、みたいな。めっちゃ青いやつおるやん、この場面。ここ、ここ見て、ここ。おいおいおい、ナイスポーズ言われんぞ、お前。試合みたいなのね、時。マッスル競う試合あれあれなやったっけ、ボディビルか、ボディビルでそのポーズやったらお前ナイスポーズ言われんぞ、あの周りの人たちに。えナイスポーズ、リュウリュウとしすぎ、強すぎ。ほんでスキル時間がちょっと長いけど、このあのチェルナボーグと戦わしたいな、これ。青と赤の対決させてあげたいぐらい、そのぐらいもうなんていうかこう、いやめっちゃ振ってる、めっちゃ青に振ってるやつとめっちゃ赤にパラメータ振ってるやつみたいな対決みたいな。ああどっち消したいかよくわからんけど、赤と青の区別つかむのきたわ。さあ、いけなんかな、なんかもうあれやん、ドラゴンボールの世界になって持ってるな、こいつら。そこまでドラゴンボールしてたっけ、このアニメって。おー、でもやっぱスキル時間が長いから、もう、えらい、あの、あれやと、プレイ時間も長くなるやつやね。で、なんかね、胴体が、あ、そっか、魔法の、何だっけ、魔人になったって言ってから、ジーニーみたいな感じで、そうやね、胴体が、あれやん、ね、ジーニーもこんな感じやもんね。それにしても竜巻いてるよね。それにしても竜巻いてる。何やもうこいつは突っ込んでくるしかないという、そういうつもりでございます。見て下ほら竜巻いてるやん、竜巻いてるから、なんか自分としてはなんかくるくる回ってまいそうなみたいな、そんな感じやね。逆にあの何だっけ、タケコプターあるじゃないですか。タケコプターで空想科学実験っていうと、リアルにタケコプターで人間が飛ぶにはっていうのを考えるやつあるんですけど、本でね。それで言うとね、タケコプターのあの回転で飛ぶには人間がもう飛ぶぐらいの勢いで竹ぶた回ってたら、もう自分もぐるぐる回ってまうみたいな、そういう状況に陥るっていう、そのやつ見たんですけど、ちょっと僕にまとまらなかった。すまん。そういうの言いたかったんですけど、ちょっとまとまれなかったんですけど、めちゃくちゃ強い。めちゃめちゃ楽しい。さあ、続いて、ありかな。うん、ありましょう。逆 T 字状に積むを消す。この子はスキル2ですけども、どんなもんでしょうか。あ、これ、やっぱ上げたいな、もっと。今月もいっぱいなんか、まだ新通、あと2体かな、なんか2体はあと来るっていう話聞いてるんですけど、その時に上げておきたいね、こんなことも。いただきましょうか。おお、アイアンマンや、これ。最後ドラえもんみたいに飛んでったわ。ちょっと待って、面白い。またドラえもんでったわ、それと思ったけど、タイムマシーンになってドラえもんなんか、このシーンドラえもんでようはない、ないこれ。ないか、で、結構強いか、ちょっと待ってよ。あ、あれもいるやん。アラジンもいるやん。あ、じゃあごめん、アラジンじゃない。ジーニーもいるやん。ここでコンボ稼いで、待てよ。ってことは、コンボもすげえ伸びるし、アンド普通の状態でも、あ、ここやん。これフィーバーすぐ入る。お、入る。
いいじゃないですか。そして寄り添っているあの2人、低空飛行で水をこうパーンってさせていく感じでございますね。この子もかなり強いんではないか。最後でしょうか。え、なんかでもあれ、また1回目見て、1回目のジャスミンどういうことやるの。待って、1回目のジャスミンなんか疲れてなかったか。1回目のジャスミンでしょ。あれ疲れてるよね。あーごめん、これもしかしてやけど、ストーリーではなんかそんな感じやったのか。いや、もしくは疲れたのかな。ディズニーランドの帰りでちょっと私疲れたようで寝てもうたみたいな、そんな感じ。ジャスミンで、あの運転、男に運転させて女子は寝るみたいな。ほら疲れて寝てるよね。これ多分あれね、ディズニー疲れですね。ディズニー疲れで、私女子来て絶対寝ないもんとか言ってたけど、やっぱりちょっと疲れて寝ちゃったみたいな、そんな感じ。でも男からしてもその姿も寝顔も可愛いよみたいな感じで、まあ許してやるみたいな、そういうストーリーが見えますけども、うん、ディズニー帰りのカップルを表現してくれてますね。で、このスキルは、あれめっちゃ喋ってんな。このスキルはあれですね、あの、いつ使ってもいいやつですね。崩れてても、あの、アイアンマンと一緒で、崩れてってくれるんで、いつ使っても大丈夫。スキル使うタイミングはそんなに気にしなくてもいいっていうのがまたいい感じでございます。そうそうそう。ええやん。素敵やな、これ。ディズニー帰りのカップル。うん、で、最後で、ごめん、ちょっと寝ちゃったみたいな。最後ちょっと起きて、うん、大丈夫だよ。お前の寝顔、すごく可愛かったからさ。キャッとかして、キャッとかして寄り添ってきて、まあ、待て、今運転中だから寄ってくんじゃねえよ、みたいな感じの、そんな、なんかイチャイチャ会話してるってやつやな。なるほどな。さあ行きましょうか。さあ行きましょう。そして使う315コンボですよ皆さん。コンボ数がえげつないね、やはり。でこれ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 、いやでもこれスキル上げたいね、これスキル上げたいね、この子たちめっちゃええやん。そして続いてジーニー行くか。ジーニーはどう、増える感じじゃないよね、スキルレベルが上がると。だからマウイか。さっきのおっさんみたいな感じで、もともと決まってて、それがどんどん強くなっていくっていう感じなんかな。行きましょうか。あ、ちょっと一応、バットあるから、これ見ますね。あ、3種類のランドが発動だって。オッケーオッケー。なんか上のやつめっちゃ楽しみやな。少しの間2種類だけになって、で、トランプを選んでクロスライン上に、消去。お、なるほど。じゃあ下のが結構コイン稼げそうなやつか。オッケー、とりあえず行きましょう。そこまでちゃんと読み込まずに、うん、使いながら、試していきましょうか。いやーいいっすね。今月のツンもなかなか面白いのだな。曲曲。ちょっとこれはでも一周したか。曲曲こんな感じで、ね、OK。ノリは分かった。向こうで自分の顔をこうパーってして。おお今のない2回目一周目ちょっと違ったぞ。はいこれ。ビッグバンドビートで出てきそうな曲やね。いいですよ。ちょっと怪しげな感じのメロディーで、あのテレテじゃないんや、テレテかと思ってたんやけどね俺。それか、行きましょう。何これ何これ結局読めない。上の指なんや、バーみたいな感じで、指、この指なんや、今の指なんや、ちょっと気になるぞ。そこでしたみたいな感じで出てきたぞ。あれはでも高得点のやつやな。次行きましょう。3種類出てほしいな、できれば。お前ばっか出てこんでる。これはあれやね。うん。強っ。31? めちゃめちゃ範囲でかないか、今、計算範囲。あ、こっちか。で、あれ曲終わった。あれ曲終わったよね。ごめんなさい。あれ、てやったっけ、最初から。なんか俺、こいつのあのマジックにいろいろやられてるぞ。さあ行きましょう。次の種類来てや。来た。おー、なるほど。ねえねえ、わかんない。ポーカーみたいなことさせる。てれって。ポーカーみたいなことさせられたよね、今。もう楽しい、楽しい。これ溜まる？これ溜まるの OK。もう一種類来てほしい。2種類になるやつ。さあ、おー、これはめちゃめちゃ消しやすいやないか。いいね、いいね。これは消しやすいし、でもツンはそんなに、ターン、ターン、ダラッターン、ダーン、ダーン。あれ、一周目これじゃなかった気がするんだけど、どう思うみんな。俺の間違いか。さあ行きましょう。あー、これこれ好き、これ好き。ほらー、ういよいよ25。結構短いな。相当急がなあかんけど、今ぐらいのスピードでやったら結構出るね。てれてれてーん、てーん、てーん。あ、しっかたまるね。オッケー、行きましょう。あの、トランプのやつもっかいこんかな。あー、これも好きやけどな。これも好きやで。正直めちゃくちゃ好きやで。好きは好きやけど、ま、てれってー、トランプもう一回、トランプもう一回。あー、たまらんか、さすがに。結構一つも遠かったもんね。いいやん。
面白いね。トランプのやつだけちょっといまいち何していいかわからんかったんですけども、かなり、楽しいツムというか強いんじゃないですか。全体的に今月の新ツムは3つとも強いで、まあ僕個人的にはこの子が一番扱いやすかったかなという感じです。でこれ可愛かったね。いやいい。で曲めちゃくちゃいいし楽しい。というわけで最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またイベントもね、すぐあるし、生放送ねまたやる予定ですので、そちらもお楽しみに。ココロリンクゲームズのビー君と、よう考えたら今日すぬ引いてない、ごめん。おい、どういうことやねんお前、俺にガチャ引かせんってどういうことやねんお前。めっちゃ怒ってるんで最後引かせます。ごめんなさいみんな、完全になんか俺盛り上がって忘れとったわ。というわけでいつもこのすぬ様にガチャ引いていただいてるんで、この子に引いていただきましょう。いやできればジャファ、いや女の子引くんですよねこの子、なんだかんだで女の子引いてしまうんですけども、さあ行きましょう、ラストガチャ、すいません、行きましょう、せーの、ドン。スム様は何を引く、こちら。うまヒヒヒヒ、後ろ足で蹴飛ばすぞお前、なんで呼ばんかって、後ろ足で蹴飛ばすぞ。シーンというわけでご視聴ありがとうございました。ココロリンクゲームズのベーカント、そして忘れ去られていたセル様でございました。バイバーイ。シュイーン、さすがに切れた、もう完全に切れたんで、次回からボイコットしてやろうと思います。ほなシュイーン、ボイコットしないで、絶対呼ぶんで皆さんお楽しみに。バイバイ。